東方正教会文明、または東方正教会世界とは、サミュエル・ P ・ハンティントンによる文化圏の分類の一つ。正教会を主要な宗教としている国を指す。ハンティントンら比較文化論の研究者はロシアを国際社会の主要プレイヤーと位置づけており、ロシア正教会文明、ロシア文明とも呼んでいる。 正教会の教会機構図解そもそも、ロシア正教会は、組織名であり、教派全体としての名は、正教会もしくは、東方正教会が正しい。ブルガリア正教会、ロシア正教会、ギリシャ正教会、ルーマニア正教会などの各国、各地域の正教会は、それぞれが独立した、教会組織を構成しつつ、正教会としての連帯を保っている。主な国は、 ロシア、ギリシャ、ウクライナ、ルーマニア、セルビアなど、東欧やバルカン半島の国に多い。東ローマ帝国から発生し、東ローマ帝国の滅亡後は、ロシアが東方正教会文明の中心国になったと考えられている。なお、正教会はキリスト教の一派なので、シュペングラーやブライジヒなどは、西洋文明の一部と考察する研究者も存在する。 文化圏というニュアンスの文明の区分は一定していない。文明の比較研究としてサミュエル・ P ・ハンティントンは東方正教会を独自の文化圏とした。トインビーはロシアを東ローマ文明の後継国と述べている。東ローマ文明と東方正教会文明を一つにまとめるか分けて考えるかは学者により見解は違う。この二つの違いは ギリシア文明とローマ文明の違いに似ており同じカテゴリーに分類されることは多い。東方正教会文明、あるいは東方正教会世界を一つの文化圏とするサミュエル・ P ・ハンティントンが1996年に文明の衝突を表した。ハンティントンによれば、冷戦による東西の衝突が終わった現代は、西欧文明、中華文明、ヒンドゥ文明、 イスラム文明、日本文明、東方正教会文明、ラテンアメリカ文明、アフリカ文明の八つの文化圏が衝突する時代になるのではないかと述べている。ハンティントンにより、東方正教会文明に分類されている国は、ロシア、ギリシャ、ウクライナ、ルーマニア、セルビア、グルジア、アルメニア、カザフスタン、ベラルーシ、モルドバ、ブルガリア、マケドニア共和国。 モンテネグロ、ボスニアヘルセゴビナ、キプロス。ありがとうございます。